ピュー・フトシとは、1982年8月20日に、株式会社トミーより59,800円で発売された16ビットゲームパソコン。初代機は日本語ベーシックを搭載しており、型番は TP1000。ピュー・フトシという名称は、子供用のコン、ピュータというところから名付けられている。初代機では、プログラミング言語に日本語記述の G、ベーシック。 グラフィックソフト 2G グラフィックを標準搭載し、ユーザーがゲーム等を作ることができる。パソコンとしては低価格、低機能で、基本はゲーム機で、キーボードが付いていて、パソコンとしても使用できるというスタンスのマシン。ラムエリアは、ビデオラム兼用で16基部と少ないが、グラフィック関連のコマンドでは内蔵キャラクターや背景を流用することで、 コンピューターゲーム作成にはアドバンテージがある。当時、プラスチック製のキーボードは高価だったため、他の低価格帯機種と同様に、チクレットキーボードを採用している。広告では、パソコンなんて、過激なおもちゃじゃ。というキャッチフレーズが使われた。イメージキャラクターは、学生帽をかぶった恐竜ティラノサウルス。玩具メーカーであるトミーは、玩具店への販売チャンネルを持つことから、 デパートなどの玩具売り場店舗で実機展示されていた。他の玩具メーカーからほぼ同時期に同価格帯のゲームパソコンとして、バンダイからは RX-78 が、宝からはゲームパソコン M5 が発売されていたが、RX-78 はシャープの OEM、M5 はソードの OEM だったのに対して、ピューフト氏はトミーの G 社開発であった。 チューター日本国外では、チューターという名前で発売された。ハードウェアの仕様は、テキサスインスツルメンツ社の t i 9 9 4 a と告示しており、内蔵をベーシックにおいて、予約後に対応する1バイトトークンや、スクラッチパッドメモリの位置までもほとんど同じである。ことから、t i 9 9 4 a のクローン機とみなされることもある。VDP が、 スプライト機能を備えており、ベーシックからもサポートされていたことから、当時の本格的なパソコンのベーシック言語では、作りづらかったアクションゲームを比較的簡単に作成することが可能であった。トミーは初年度の売り上げ目標を約9万台、50億円と掲げ、お絵描きパソコンとして、小中学生を対象に売り込み、1982年8月の 販売開始から4ヶ月で4万台を出荷した。しかしその後は1983年7月に、高性能で14,800円と、安価なゲーム専用機のファミリーコンピュータが、ニンテンドーから発売され、トミーも同月にピュー・フト・ゴカのゲーム専用機ピュー・フト・ジュニアを19800円を投入するものの売れ行きは、急激に落ち込んだ。1985年2月には、 生産を中止して撤退した。1984年5月時点で国内向けという必要の合計で12万台が出荷された。ゲーム機として見た場合、付属のコントローラーが操作しにくいという声が多かった。これは方向指定を行う部分が平たいディスクパッド状になっている縦長コントローラーで、後にレバー式コントローラーの発売予定もアナウンスされた。 1983年7月にはパソコン機能を省いたピューフトジュニアの登場で価格が改善され家庭用テレビゲーム専用機の市場に参戦した。しかしこの時期はファミリーコンピュータをはじめとする数多くのカートリッジ式家庭用ゲーム専用機の新機種ラッシュと重なっており本機もそのうちの一つとして次世代機競争に似た様相に巻き込まれる形で苦戦を強いられた。 当時の月刊、コロコロコミックでは、同年3から7月に登場した6機種が特集されているが、その中で、ピューフトジュニアはテレビ画面にユーザーが絵を描ける機能が特徴とされており、画面性能が高く評価されていた。また当時ファミコンが6本 SG-1000 が8本しか、タイトルがなかった1983年秋の時点で、すでにピューフトジュニア、 対応ゲームタイトルは19本も揃っており、ゲームセンターと同じタイトルも存在するなど、ソフト面の充実も評価されていた。しかしコントローラーの操作性の悪さなどで同志による総合評価は伸び悩み、6機種中5位に終わっている。鈴木美そのアンタッチャブルにおいて、メガドライブ発売後、スーパーファミコン発売直前に執筆された、既存のゲーム機戦争を取り扱った回では、 16ビットのため考えは素晴らしかったが時間がかかりすぎたため、売れ残ること山のことしという取り上げられ方をした。日本語 G ベーシックはコマンドがカタカナで記述される点が特徴であるが、公文自体は自然言語解析などをしていたわけではなく、一般的なベーシックの予約語をプリントから掛けのようにカタカナ語に置換しただけのものである。G ベーシックの G は、 グラフィックを意味し、文字通り画像処理を中心に意識してプログラミングできるよう工夫されている。画面にセルと称するピクセル画像を記録するためのブロックが存在し、セルを入れ替えるなどして、キャラクターの動きをコントロールする手法がプログラミングの基本となるため、N88 ベーシックなど他のベーシックとは処理の流れが大きく異なる。また、性能面でも予約語が少ない。 マルチステートメントが使えない、フリーエリアが少ない等、当時の標準的なベーシックよりも貧弱で扱いにくい部分があり、その独特の記述方法から互換性も低く同様の実装が普及することはなかった。ピューフとマーク2では予約語が英語になっており、多機種のベーシックとの親和性は多少改善している。マイコンベーシックマガジンなどのプログラム投稿紙ではユーザーの手によって 同期種用プログラムソースが掲載された。G グラフィックと G ベーシックが連携する部分は後年のファミリーベーシックの構造に類似しており、それと同様に G グラフィックで描かれるべきへと、カタカナが並ぶプログラムリストの様子から他の機種用として掲載されたプログラムとは、紙面の趣向きが異なっていた。他のベーシックに見られないコマンドとして以下のものがある。使用する画像。 アニメーションは別途作成しておく必要がある。ザウルスランド、ナイトフライト、モンスター・イン、ドンパン、ミスター・ドゥーは MSX パソコンに移植され、1984年にカセットテープでリリースされた。上記のうち SC-3000M を MSX では本機とは CPU が異なるものの、同じ VDP を使用していることもあり、同様の画面が出力され、 音源についてもほぼ同価のものが採用されている。ありがとうございます。